久しぶりに、沖縄辺野古のキャンプシェア前の座り込みとか、もうすごい盛り上がって、みんなで力を合わせればね、政府のこの悪だくみを止めることができるんだっていうね、確信が広がってる。私はやっぱり憲法、特に9条を守りたいっていう思いがある。私は中学校の社会科です。で、歴史をずっと生徒に教えたときに、どうしても最後の戦争が終わった後、反省をして戦争を二度としないって憲法を作りました。自分の子供や孫が戦争に行くようになったら大変です。今日はそんなつもりで来ています。